皆様もよろしいでしょうか。それではお願いいたします。まあ、僕にとっては本当に、昔からの兄貴分であり、まあ、もう知り合ってからほぼ20年も経ちますけども、うん、今でも仲良くよくご飯を食べに行く仲間の一人である方ですね、はい、よろしくお願いします。こんにちは。あ、お二人の手も握手でつながリングしましたね。味2つございます。 あるこれどっちだ。スイートコーン味とメキシカンタコス味。はい、じゃあちょっといただきます。はい、いい音しますね。これだ、スイートコーン、はい、美味しい。食感がいいですね。いい音しましたね、今マイク越しにも、うん、もう少し具体的な、え、もう少し具体的なコメント具体的な、まあ、僕が19の時ですね、入った時に、まあ、当時は当然まだ、2人部屋だったので、はい、でその時の同部屋がゾノだったっていう今、まあ、仲が良くていらっしゃるので、はい、ゾノと呼んでいらっしゃいますが、はい、前園さんは何て呼んでらっしゃるんですか。僕もヒデって呼んでますけど。ゾノとヒデ、よかったですね、はい、これで中田さんだったらどうしようかと思いますけどさあ、当時のですねお二人の写真をご用意しました。コメントないですね、特に。あ、コメントないですか。いやいや、これ多分、ゾノの体型今も変わってないでしょう、ほとんど。そうだ ね中田さんもヒデはね、痩せたっていうか、こう絞れた。僕はやっぱり今現役の頃に比べて5キロぐらい落ちましたからね。あ、うん、そうですか、うん、でも変わってないでしょ。僕はそうですね、変わってないというか、ちょっと太りましたよ。何キロぐらい。ね、4キロぐらい太りました。あ、そう、なかなかの、うん、そうそうそう。ビール一杯すらも飲まなかった、はい、まあ、当然20歳になってからですけどね、飲まなかったんですけども、それで初めてこうお酒というものを、うん、そうだそうだ、覚えさせられ、あ、まさかのお酒の品は前園さんからだったんですか。ヒデは飲んだことなかったから、ね、なかったから、うん、じゃあ打ち上げで、まあ、みんなでっていう時に初めて進めて、うん、でそこで飲まされたのがワインだったわけですよ。そうなんです。でビールじゃなくてワインで、いきなり、まあ、それから僕今もうほとんどビールは飲まなくて、うん、でそこからずっとワインに入ったんですよね。まあ、前園さんのおかげというのか、うん、せいというのか。そうだね、そういう意味では今ね、繋がってるじゃないですか、こうやってずっとね、今一生懸命俺やってやったみたいな、ね、片や僕はもう断酒中ですけれども ね進めといてね。いや、でも当時は本当にいろんな、まあ、思い出があって、はい、本当に、あ、お酒の良い面も悪い面もいろいろ勉強させてもらいました。そうですね、ありましたね、はい。まあ、日本を改めて知るということを、日本全国を旅されています。でその中で特に最近こう力を入れてらっしゃるものがあると伺っているんですけれども。まあ、日本酒ですかね。はい、はい、前園さんどうされました。いやいや大丈夫です。この前もちょっと食事した時に、ええ、すごい日本酒のことを語られてたんで、はい、まあ、僕は水を飲みながらずっと聞いてましたけども、はい、語ってください。いやいや、でも本当にジョノが、まあ、いろんなことを起こした後にこういろんなことって一つしかないですから、ね、まあ、膨らますとかねとね、はい、まあ、そういう時に、まあ、すぐにこう誘って一緒にご飯食べたり、でまたその1年後、まあ、もう 2年経ってますけども、誘ってもこれはまた飲まないわけですよ。一番最初に誘ってくれたのもヒデなんですよ。いろいろ大変だろうと、はい、う落ち込んでるだろうということで、はい、ワインでも飲もうよって言って、そう、酒で紛らわせたらどうだと。まだ3ヶ月しか経ってませんでしたけど、僕は飲まないと、うん、でまあまあジョンの知ってる僕としてはね、まあ、こいつ、まあ、今言ってるけどどうせすぐダメになるだろうと思っていたら、今もまだずっと続いてて、でもう酒を飲まないキャラを作ってるのかなと思うぐらいずっと飲まないんで、いつになったら飲むのかを今本当にちょっと楽しみにはしてますけども、まあ、ただもうちょっとね、いつまでって決めてないですし、きっかけがないんで、俺かれこれもうすぐ2年なんですけれども、はい、はい、うん、何かきっかけがあったらまた飲んでもいいかなと思ってるんですか。まあ、そのきっかけが何かっていうのもあるんだけれども、はい、きっかけを探してるというのとも違いますか。まあ、半分探してますよ、ええ、それ飲みたいですか、そら僕だって。えじゃあこれ改めてどうですか、中田さん、ね、事件だと3ヶ月後は断られたそうですが、はい、じゃ あ, 前園さんの50歳を祝って。50歳、うん、だいぶ先だね。もうちょっとよ、結構続くね。そこまでこう引っ張れたらすごいなと。いい、はい、我慢しますよ。でもその時はなんか、じゃあ日本酒とかこうセレクトしてよ。もう任せてください、その時には。本当に大丈夫、吉
ちんともうこう記者会見開いてちゃんと飲ませますか。いやいや、それもおかしいでしょ。まあ、下手したら僕より忙しく海外行ってますからね。いやでも基本僕は日本にいるけど、あんたいないからね、どこ行ってるかわからないしね。だから会おうにも会えないでしょ。この前久々会いましたけど、はい、しかもこの間も、もう2ヶ月ぐらい前にじゃああの日ねって予約をして、まあ、僕は大体レストラン予約するんで予約して、じゃああの日に食事って言ったら、当日時間が過ぎても来ないな、まあ、3人で食事だったんですけど来ないなって、まあ、2人で話をしながら、ゾノに連絡してみたらって言ったら、案の定忘れてやがって。いやいや忘れてんじゃないですよ、ちょっと遠回りしてちょっと時間遅れただけで、てっきり忘れてたって本当に言ってて、まあ、こういう人間なんで、はい、まあ、いつまでたっても兄貴だけど、うん、兄貴なんだけどちょっとどうしようもない兄貴みたいな感じで僕はいつもフォローしてます、はい、フォローしてくださいこれからも。